さあ、ということで戻ってきました。とりあえずね、まっすぐはいけないので、おお、出てくるんだ。びっくりした。出るんすね。とりあえずまっすぐはいけないので、この左右行ってみようか。反応が消失しました。一回探索しよっか。おそらくね、もうちょいレベル上げた方がいいのかなっていうのはあるので、敵出現見つかりました。もう一回ぐらいはね、レベル上げ挟もうかなとは思ってはいるんだけど。お、敵出現。何やらいらっしゃる。ご覧ください、重要な選択です。お、肯定する、否定する。お願いします。反応が消失しました。なるほどね、こうやって鍵を手に入れていくんだ。敵出現、反応が消失しました。こっちは違うねって考えると、次右側ですかね。使っちゃうか。なんか道がゴツゴツしてるね。敵出現。すごく骨感がある。反応が消失しました。骨感ってなんだろう。あら、ここまでしか行けないですね。敵出現見つかりました。反応が消失しました。左右にあるからさ、てっきり鍵複数あるのかなって思ったんだけど、今手に入れた鍵でいけんのかなってことは。興味深い結果です。あなたは自らの心の在り方を示しました。すべてをあなたに託します。先に進み、フィグの言葉は聞きなさい。お、いけそうだ。なるほどね。ようこそ。良いですか。協力を願います。で、また左右に行けるのか。見つかりました。いや、ここまでっぽいね。よいしょ、わーでかーい、でかーい。はじめまして、ガネーシャさんだよね。聞くといいけど、気をつけて。でかいな、マジで。試すのね。どうなのかな。反撃には備えておきなさい。以上に大きかった。試すのね、サイズを。レベル62か、普通に強いね。やっ、反応が消失しました。お、いらっしゃいましたね。ご覧ください、重要な選択です。肯定するで。お願いします。これでまた次のゲートのところに行けばいいのかな。よし、ということで開きましょう。興味深い結果です。
反応が敵出現見つかりました。ようこそ。良いですか。協力をお願いします。反応が消失しました。よし、ではとりあえずマッピングしながら進んでいこう。の、いらっしゃいましたね。ご覧ください、重要な選択です。肯定する、否定する。これちなみに否定する選ぶとどうなんだろうね。一回選んでみようかな。おー、鍵変わるんだ。お願いします。よし、では行きますか。あれ、ポータルかな。そろそろなんですかね。しました。興味深い結果です。ようこそ。次ラストっぽいな。良いですか。協力をお願います。敵、お、いらっしゃいましたね。消失しました。ご覧ください、重要な選択です。まあ半々ぐらいにしときますか。しておこう。お願いします。でですね、お試しがてらね、一戦やってみたんですよ。戦闘普通にレベル67の敵さんが出てきました。これマジでレベル上げた方がいいわ。反応が消失しました。この辺歩いてる敵さんがすでに60後半なので70ぐらい持ってきた方がいいのかな。おお、こんにちは。そう、このね、はじめが肝心フラロースさん、やるか。効果的ね。それだ、それぞ。レベル67なんすよね。ずらかるぜ。一回逃げます。じゃあな。一回ポータルのところまでは行っちゃおう。あれ、あれどうなってんだこれ。こっちか。敵出現見つかりました。反応が消失しました。さあ調べよう。興味深い結果です。さあということで、なんかこの先ボス戦っぽいよね、すごく。おお。なんかやばい渦みたいなやつ見えるもんな、奥に。よし、ということでレベル上げしますか。とりあえずフラロースさんがねレベル67だったんで、まあ、そこまでは多分持ってきた方がいいはずなんで、結構上げることになるのかな、どうなんだろう。とりあえず頑張りますか。さあということでレベルの方を65まで上げてきました。では
行きましょうか。この先から消えの気配がする。先に進んでいいだろうか。行きましょう。否定します。私はあなたを感化できない。リンゴよ、あなたを危険と判断しました。やめてください。あなたをフィグに合わせることはアイオンの総意ではありません。その道を今ここで立ちます。マジか。戦うのか。ドミニオンさんだよね、この戦い。レベルは64か。一応こちらの方が上っちゃ上だね。ドミニオンさん確か物理と魔力系が弱点だったと思うんで、この戦い、うん、必ず勝とう。こっちにスタック最適化をいきなり使ってしまって、どうするつもり。情報も攻め込んでいきましょう。よし、当てるっぽいね。私たちなら勝てる。ダメだったらどうするさ。張り切っていこう。効果的ね。さあ、またジャマを。手ごわい。行くわ。探ってみないと。好きでしょ。あれ待って、意外と普通にいけちゃう。お腹すいたよね。追加ダメージだ。行きましょう。無駄だって。え、待って、普通に勝っちゃうんだけど大丈夫かな。逆に大丈夫かこれ。やってくれる。お願い。了解だリンゴ。まずはどうする。はい、どこへ行こう。任せてよミレディ。なんといつもど探ってみないと。くらえ。手ごわい。これは勝ちましたね。言われなくても。まさかの2段目。好きでしょ。血に飢えたしもべたち。よし、ありがとうございます。これじゃ賭けにもならねえな。全然大丈夫だった。謝罪します。よく戦いましたリンゴ。そして謝罪を。私たちも今多くの選択肢から一つの答えを導き出そうとしています。今の悪魔はそんな葛藤の表れ。これから先の決断をリンゴそしてフィグの両者に委ねます。いつかの未来のために。どうか悔いのなき決断を。だからいよいよなのかな、この先が。一応、回復させますか。ちょっとだけとはいえ、万全にして乗り込みたいよね。よし、では頑張っていきましょう。敵出現。いよいよって感じがするな。よし、行きましょう。うわ、なんかゲートみたいなやつある。これか。
他では見たことのない異質な扉がある。この先にフィーゴがいるのかもしれない。扉を開き先に進んでいいだろうか。行きましょう。随分とイメチェンしたみたいで、新しいドレスの着心地は？こんなところまで何をしに来たのですか？話をしに来た。今さら何を。フィグ、教えてくれ。君は一体何をやろうとしているんだ。戦いを終わらせます。全人類へソウルハックを行い、終わらない戦いのすべてを終わらせます。どういうことだよ。ソウルハックは死者を蘇らせる力のはずだろう。いいえ、ソウルハックにはその先があるのです。人の魂のあり方を作り変える力。ソウルハックとは、人の魂に介入し文字通りに切り刻み、そのあり方を別物に作り変えるための技術なのです。作り変えるだって？あなたたちはなぜアイオンのことをすんなり受け入れられたのでしょう。リンゴがそれをやっていなかったという保証は。私はそんなことやってない。そんなことはどうでもいい。大事なのは俺たちが一緒に過ごした時間だ。何を考え行動したかだ。安い挑発で私たちを揺さぶろうとしても無駄よ。俺は自分の意志でアイオンを信じた。乗ってもいいって思った。もちろんフィグ、あんたのこともな。みんな素晴らしいですね。みんながそうやって分かり合えればいいのに。ソウルハックとは、人とアイオンの可能性を広げるものなのです。アイオンはその必要性を予見していました。人とアイオンがこの先千年を共に歩むために、私はソウルハックを使うことで人から争う意志を奪い去ります。人は無意識のうちに互いを理解します。そうすればこの世界から争いは、理不尽は消え去るでしょう。それがあなたのもたらす世界の終わりってわけだね。いいえ、リンゴ、これは始まりです。人とアイオンが共に歩んでいくための。でもよ、どうやって全人類の魂を作り変えるなんてことを。まさか歩き回って一人一人にソウルハックを仕掛けるわけじゃないだろ。そのためにこのおもちゃが必要だったってことだよ。その通りです。バニシングシステムはデータ通信にかかる時間をゼロにするシステム。膨大なデータ量を持つ人の魂に対する多重かつ超大規模な演算、それを実現するためにこのシステムが必要なのです。しかしあくまでもそれはオンライン上の電子機器同士での話だから、コベナントを使います。コベナントの人の魂に引き寄せられる性質、その適用範囲を人類全体にまで及ぼそうってことだね。アイオンの演算能力を解放すれば、コベナントの性質を再現することが可能です。経験的な事実の集積ですよ。つまりコベナントとバニシングシステム、そしてアイオンのソウルハックを使って人類全体の意識を変えようってことか。でもよ、それってちょっと暴論じゃねえか。争いがないって言ってもなあ。それはあなたたちにとっても悲願だったはず。確かに私たちはみんな
コベナントをめぐるサマナーたちの争いに翻弄されてきたけど、やっぱりそこまでしないとダメなのか。フィグがやろうとしていることをすれば、人の心は均等になってしまう。そんな無味乾燥な世界がフィグの望んだものなの。わかってる。あなたが消そうとしているもの、彼らの持つ闘争心や戦う意志が人間の感情の源になっているのも事実。私たちが心惹かれた人間たちを形作る大事なものなんだよ。そんなことわかってる。私だってあなたたちと共に過ごし、同じものを見てきたんです。それでも思ったのです。人が争い傷つくよりずっといいと。あなたはこんなことを言いに来たのですか。ねえフィグ、こんな簡単なやり方じゃなくて、ちゃんと話して一緒に考えよう。もっといい方法がきっと見つかる。私はフィグと戦いたくない。だって友達だからね。私は決断したのです。この決断には痛みが伴う。事実ここに争いが生まれようとしている。それは確かに矛盾なのでしょう。だけどあなたたちはそんな矛盾の中でも痛みの中でも自分の意志を貫いた。私だってそれを尊いと思った。だから私もそれをするのです。そっか。話しに来たと言いましたね。他にまだあるのですか。ないよ。フィグが自分一人の決定を人々に強いるのなら、私は見過ごすことはできない。ぶん殴ってでも止める。友達だからね。いいでしょう。この戦いが最後の痛みです。私にとっても、あなたたちにとっても。本当にやるってんだな、フィグ。手加減なしで行くわよ。ああ。慣れ合うつもりはありません。全力で来なさい。そうすれば私の憂いもいくらかは和らぐでしょう。行くよみんな。フィグよ、戻ってこいよ。さあ、ということでやるか。頑張っていきますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。